今日もいい天気だね。それはそうと、暑い。せっかくクーラーをつけているというのに、猫さんたちがニャルソックをさせないとお前の顔の上で寝てアレルゲンを撒き散らすぞ、いいのかと脅してくるので仕方なく窓を開けています。これ思いっきり外気が入ってくるのでエアコンの効果半減なんですよね。私的には部屋を完全密封して、ありがてえ、キンキンに冷えてやがる状態にしたいのですが、まあ猫さんたちは満足してるようだし、コロナ対策の換気ってことでしぶしぶ納得するとしましょうか。まあ今家にいる人間は私一人なのでコロナも何もないんですけどね。あれ？雨降ってきちゃったね。残念。いくらニャルソックしたくてもこりゃさすがに窓閉めるしかないかな。雨が入ってきちゃうもんね。てかこんな天気でニャルソックしたところでカエルかカタツムリみたいな小物しかいないと思うよ。とんでもない大物がいたようです。しかしこれにはさすがのニャルソック部隊も撤退。ゆきみちゃん、職務を放棄してビビりまくってますね。それでは雷様に対して我が家の先輩ニャルソック隊員、そして新人ニャルソック隊員たちがどう対応していくのか観察していきたいと思います。
どうやら新人隊員ゆきみちゃんには雷様のニアルソックはまだ早かったようですね。ゆきみちゃんはカエルやカタツムリから始めてみましょう。それでは本日は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。